あそこにいるのって、やっぱり無事だったのか。よかった、オイラたちすぐ。おい、感動的な再会の雰囲気を壊すなよ。タイモン、今の私を警戒するのはとても賢明な判断よ。何せ博士は人の意識を操るような力を見せたんだもの。別れてから私と博士に何が起こったのか、あなたたちは知らないでしょ。災害レベルの暴雨の後は、地面に溜まった水が空に見えてしまうことと同じだわ。確かにこんな変な比喩を使えるやつ。私は別に信用を得るために今の話をしたわけじゃないわ。まあまあ、もう分かったから。ナヒーだ、オイラたちが離れた後。あなたたちが離れてから、私は全力で全ての民の意識を修復していたわ。幸い博士の言っていた人々の脳裏に幻覚を作り出すようなものだった。だから私の今の力でも解決できたの。彼が私をコントロールしようとした瞬間、全員の意識修復が完了した。だからすぐに意識転移を使って。ふぅ、博士の不意打ちなんか予想してなかったからな。それほど良くもないわ。人々の意識を修復する過程において、博士は私の本当の身分を見抜いたわ。これで、それに彼にアーカーシャ端末を改造する力があるのなら、私の意識を捕獲するのも時間の問題かもしれない。じゃあもう今までみたいに自由に意識を転移できなくなったってことか。なんだかもてあそばれてる感じだ。いや、それに噂じゃ博士は単純な武力だけでも確実に第2位の座につけるらしいぜ。まだ落ち込むには早いわ。突破口を探しましょう。おう。そういえばナヒーダはどうしてオイラたちがパルディスディアイに来ることを知ってたんだ？ええ、私は旅人の元素力を感知することができる。あなたたちも観光のために来たわけじゃないんでしょ？オイラたち、以前知り合った学者を探しに来たんだ。ティナリ。え、行くわ。